新型コロナの感染者数が減少し、マスクを外す機会も増えつつある中、都内の百貨店では化粧品を買い替える人が増加しています。松屋銀座では先月の化粧品の売り上げが前年の 1.5 倍以上になりました。この2年間はスキンケア商品が人気でしたが、行動制限の緩和で会食などの機会が増えたことや、屋外でのマスクが一定の条件下で不要という方針が示されたことなどから、特に口紅の需要が高まっています。2年前と今とトレンドだったりも変わってきているので、今っぽさを少し出したいというお声も多くあります。明日からは全ての化粧品売り場で不要になった化粧品を回収し、クレヨンに作り変えて再生するキャンペーンを始め、買い替えを促します。